レオン師匠のふかつり彫りレオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今回のお題はですね。うん、まず前回のふかつり彫りでは、レオンさんがあのブリーデン時代に手掛けられたブラック三兄弟の夫たちの開発秘話、うんはい、その理念とか、どんな思いで作ったかっていうことをお話しいただいたんですけど、うん、今回はその 続き後編ということでですね。はい。この、今、レオンさんが今、インクスレーベルを立ち上げて、えー、様々な竿を未だにこう手掛けられてるわけですけど、うんうん、そういった竿作り全般について、レオンさんがどのような理念とか考えを持ってやっているのかという点を伺えればなと思います。はい、わかりました。じゃあ、早速お話ししてみたいと思うんですけども、 僕が基本的に思う竿作りにはね、だいたい5つくらいの、えー、基準があります。はい。本来竿が持つべく機能は何なのかというのが5つ。で、今はルアロット作ろうとしてますから、うん、昔のノベ竿と違って、まずキャストするっていう動作が入ってくるよね。じゃあ、自分が使う、まあルアーはいろんなタイプがあるから、それぞれ変えなきゃならないんだけど、まあ軽いルアーから重いルアー、ね、飛ばないルアーから飛ぶルアー、 うん、動かするわと動かさないるわまあ、それぞれの応じたテイストの差を作る必要があるので、まずは、それをうまく、きれいにキャストできるかどうか。で、キャストも2種類あるでしょうん。えーと、とにかく遠くへ飛ばしたいというキャストもあれば、はい。きらしコントロールよく飛ばしたい。うん。で、遠くを飛ばすためには、これ、放物線を描くのが一番正しいよね。そうですね。 でも、アキュラシーだの、コントロールだの、ピン打ちだとなると、できるだけライナーで投げたいよね。そうすると、竿のテイスト全く変わってきちゃうよね。うん確かに。うん、だから、こういうことを考えながら、まずキャストフィールどうするのかっていうのを、うんどんな竿を作るかの、まず一番頭に。うん、で、二番目は、着水したルアーのコントロール。はい、うん。軽いプラグを、リップ付きのプラグを、 動かすときの竿と、えー、そうだな、テキサスリグを扱うときの竿と、軽いジグヘッドをちょんちょんしながら扱う竿では、うん、ルアーをコントロールするという意味で、竿のテイストって随分変わってくるよね。特に、うん、特にティップパートからベリーパートにかけて考え方変わります。うん、はい。投げる、えー、それからルアーを扱うコント、動かすね。扱う、コントロールする。うん、で、三つ目は、魚が加えた、 状態をいかにどのように正確に手に伝えるかという感度の問題。うんうん、で、同時に感じると同時にかけに行くときの能力。ここも必要でしょ。うん、で、魚種によっては本当にフッキングしなくてもリールをキュッと巻くだけで貫通するような、例えばアジのような魚種もいれば、もう思いっきりガッツーンっていかないとフッキングしない、貫通しない場合があるよね。 うん、そうすると、掛け所っていうから、こう、棹の、ガンとフッキングしたときに、棹のどこに掛け所を作るかとか、ここ、すごく重要なのよ。うん、なるほど、なるほど。うん、そうするとね、これ、ガイド、ガイドもタイプ変えないといけない。うん,う,んうん、うん、うん。例えば、アジングロッドだったらそこの必要がないから、ガイドにリフットがあるでしょはい。ガイドの足が。うん,う,んうん。一 <laughs> 個のガイドに対して両方に足がある、普通は。 シングルしかないのもあるけどあ、あのガイドフットをカットしてやってる人たちもいるよね、ビルドさん。ビルダーさん的に、うん。なるほどな、なるほど。軽いロットを作るために。それはフッキングの貫通パワーが必要ない魚種に対しては、そういう作り方もできる。でも逆にガツンといって貫通させなきゃいけない場合は、リえー、ガイドのダブルフットってすごく重要で、それを全部に乗せると、 すごいフッキングパワーのある竿ができるわけ。というふうにね、その竿が持つ目的に応じて、えー、かける能力、かける場所、かけ所、竿全体の曲がるテーパーのあり方も考えなきゃいけない。こういうテーパーなのか、こういうテーパーなのか。うん,うん。うん。五分五分六、ね、六四七三八二というふうに、こう、曲がりの、 角度って変わっていくんだけど、そこれを、その、釣る魚種とかゲームによって変える必要があるうね。これで4つかな。投げる、操る、感じる、かけるで3つだよね。で、4つ目は、今度はかけた魚は暴れまくる。はい。で、それをコントロールするためには、竿にどういう能力が必要かってことを考えなきゃならないよね。これはもう魚種にもよるし、釣り方にもよるよね。 分かりやすいので言うと、雷魚。はい。雷魚水草の中にルアーを突っ込んでゴーンかけるから、あの、水草ごと引っこ抜けなかならない。こういう層は曲がるとアウトなんだよね。うん、やりにくいですよね。やりにくい。うん、でも、例えば、磯釣りで考えて、皆さん。磯釣りでお腹ぐれというね、 え口太グレーよりもお腹グレのが数倍、同じサイズだったら、数倍はちょっと大げさだけど、かなり強いのね、引きが。で、このお腹グレのおーパワーと突っ込みに負けないように、磯釣り師がやるためには何が必要かって言ったら、満月のように曲がる竿なんだよ。うーん、なるほど。うん、これ曲がんない竿だと、張りすられちゃう。糸細いですもんね。うん。なぜ糸細いの太いと食わないから、グレーが。うーん。 だから、その釣り方に応じて、竿のパワーと曲がる、曲げないっていうのはすごく重要な要素で。で、一般的にロアアングラーさんは、竿が高段性で、バットパワーが強いとか硬いとかいう方が、パワーがあると思いがちなんだけど、オープンエリアで素晴らしいパ,パワフルでトリッキーな動きをする魚に対して、じゃあ曲がらない強い竿が正しいかって言われれば、 これ分かりやすい例で言うと、あの、カンツ釣り行って60センチも70センチもある大きなトラウトかけたとき。はい。あれ曲がんない竿で取れますかって話だよね。ああ、厳しいですよね、想像は。厳しいでしょうん、うん、トラウトロットって押し伸べて全部、あの、ソルトのルアーマンがよくあの、悪口的に言う、ベナンベナンっていう言い方するよね。はい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 。あれ、あっちの世界じゃベナンベナンが楽しいんだから。うん、なるほどなるほど。うん。 例えばフライロットもベナンベナンだよね。うん。でもフライロットってキングサーモン釣ってるでしょっていう。うんうんうんだからそれは魚の習性とロケーションと合わさって竿のベンディングであるとか、その曲がり方だの強さだのパワーだのね、考えていかなきゃならないわけですよ。うん,うんうんうん。なるほど。そう。だからジャンルと魚種とロケーションとに合わせて、えー、その竿の曲がり、 強さもか考えます。はい。で、稲すっていうことがとても大事だなと僕は思ってるんです。なぜ僕が稲しを大事にするかというと、基本的に公安部の小物釣りが僕はメインでやってきたから。もちろん石台釣りも平政釣りも経験あるんだけど、僕がこの業界で、えー、携わって受け持たされたのが公安部の小物釣り、メバリング、アジングをはじめとしたね。うん この世界で竿作りをするとなると、例えばアジ釣ってて、メバル釣ってて、えー、マルスズキの80とか90とか食ってくんのよ。お<ー>で、エリアによっては、平ズキ食ってくるのよ、70。その時にどういう竿でないと取れないかっていうのはもうこれは決まってるよね。だって使ってる人が細いんだから。これ竿が曲がらないバスロットの パッツンロッドみたいなテイストの竿をしてたら、高確率で糸は切られるし、針は伸ばされる。うん、でも、細い糸で切られないようにするためには、どうするかしたら、竿を曲がるように作んなきゃダメなんだうん,うん,うん,、うん。で、竿が曲がって、ストロークの中で、魚の突進などを吸収してくれるよね。あと、これね、僕、よくセミナーとかストアイベントでもね、ヤングラさんに、 いつもお話すんですけど、これすごくわかりやすい例えだと自分で思ってるんで、えー、見てくださってる皆さん、ちょっとそう、真剣に想像して、ここから先。はい。曲がらない竿と曲がる竿の特性の竿を、綱引きに例えて今から説明します。はい。はい。あなたと私、伸びないロープで綱引きしました。はい、えー。体重60キロの僕が100の力でガンって引っ張ります。うん。あなたは体重70キロです。 で、60キロの僕が100の力で引っ張ったのを、70キロのあなたが100で引っ張り返してください。はい。僕負けますよね。ゴンって。そもそも、あなたは僕が100で引っ張った力を100%感じてるわけね。だからそれ以上の力で引っ張り返せるでしょ。100かかってんだからゴーンって。だからゴーンって100以上で返せばいいわけよね。はい。ところが、これをゴムでやってみて。 はい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 。僕がゴムを70キロの体重の人を60キロの僕はゴムでギャーンと引っ張ります。100の力いらないんだよ。ゴム伸びちゃうから。うんうんうん。そうすると70キロのあなたは、僕の力が100も伝わってないから、100では引っ張らないのよ。はい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 。70キロ体重の100で引っ張る必要ないじゃん。うん,うんうん。伸びるから、うんって感じで、うんって引っ張るよね。百、うん、100の力出しようがないよね。 ね、伸びるから。うん。あの、伸びなくなるまでタグって、こうやって始めて、あなたは100の力出せるわけですよ。うんうんうん。これを、魚の気持ちになって、竿が曲がって糸が伸びるっていうことで考えてみて。はい,はい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 。伸びない糸に曲がらない竿を使ったら、でっかいお魚さんは自分の100の体力で、ゴーンって引っ張って逃げれるの。はい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 。で そのお魚さんは10の力で引っ張られたものを100の力で引っ張り返しはしないの。うん、なるほど。10の力入力に対しては20ぐらいでガーン、なんやーって逃げるの。う100来た時に初めて120とか150でガー引っ張り返して穴へ潜ってスタックみたいになるわけ。うん、なるほど。<laughs> ね。ってことは、曲がる竿の方が相手本気出さないってことだね。 ああ、暴れさせずに、怒らせずにって、よく言われるやつですね、うん。だからメバリングやってて、アジングやってて、0.35とか0.55のモノフィラメントライン使ってて、80センチのシーバスがなぜ取れるかって言ったら、竿が曲がるから、で、ま、す、うん、曲がんなかったら、まず針伸びるよね。そうですね。うん、もしくは糸が切れるか、どっちかな。ラインが切れる方が早いね。うんうんうん。うんうんうんで しょっちゅう C バスがヒットするようなエリアに行く。僕は0.35なんて使わないよね。フロロも。0.55とか巻いていくよね。05、うん、06のフロロカーボンラインだと、下手すると細軸のフックはメバルですら伸ばされる。じゃあ、伸ばされるからっつって、2番フックとかの太軸に変えるよね。はい、そうすると今度は、 糸切れるからまた糸太くしなきゃならんとか、切れない P ラインにしてリーダーだけナイロンにするとか。うん、まあそういう工夫をしていくよね。うん、まあ、いずれにしても、竿の弾力と糸の弾力を利用することで、魚はアジ、えー、やってたのに、急に80センチに平鈴木がかかっても、ドラグとの併用でそれが取れるようになる。うん 港湾部の小物釣りではしょっちゅう起こる事件だよ、これ。僕やってても、キジハタの4乗オーバー食ってきたり、チヌの5マル食ってきたり、鈴木8乗食ったり、もう数えきれないほど経験してる。うん、だから話を元に戻すと、ライトゲームロットを僕は作るにあたって、えー、決してアジメバルだけが食ってくるわけじゃないから、えー、どんな魚が来ても一定以上のレベルで対応できるような、ベンディングカーブであり、パワーを持たせるということ。 うーん、なるほど。はい。これで、いなしの話がちょっと長くなったけど、で、いなしました、寄せました。ここ結構重要なんだけど、うんうん、最後は抜き上げできるかどうかああ、はい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 、うん。で、抜き上げしない釣りあるよね。はい。例えば、シーバスゲームやってて抜き上げしないよね。そうですね。うん。みんなこう、背中で <laughs>、ネット、ねうん。ランデリングネットで。うん。うん。で、 秋以はともかく、親以下釣るときはギャフ持ってるよね。はい。抜き上げできないから。うん。うん。でも、僕ら小物釣り師は基本的にキャッチネットは持っていってもランディングネット持っていかないよね。うん,うん。で、これを一般的な、あの、堤防で考えてください。瀬戸内の堤防は、堤防の上、人が立つところの床面から海面まで、だいたい3メーターから5メーターがるんです。はい。 塩の看板もあるし。ここで釣ることが多くって、うんうん、足の高さが海面とほぼ変わらないようなエリアってのは、例えば西日本ではほとんどないよね。堤防だと。だいたい3メーター、5メーターあるんです、落差が。うんうん、ここで、例えばアジングメバリングをするわけなんだけども、僕なんかいつもそこで考えるのは、ネットがないと取れないような魚が来たら、どこまで抜き上げできるかをいつも考えて、 行くんです。なる,なるほど、なるほど。だって基本的にネット持って行きたくないから。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。で、僕が作る竿っていうのは、基本的にそれができるように作った。うん、なるほど。うん。そのためには、竿の強さだけじゃなくて、レングスも関係していくんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。例えばね、えー、僕がかつて作ったブラック三兄弟には、68ストレンジと74エレクトロと2機種あるでしょ。うん。うん。 で、なんで68と74なのって話なんだよね。はいはいはい。で、最近のアジングロットは、例えば5フィートちょうどとか6フィート中盤ぐらいまでが多いよね。うんうんうん。ベイトロットも、スピニングロットも、両方。うん、これを僕なんかが自分がアジングが好きで釣りに行ってたフィールドやポイントに合わせると、相当厳しいんだよ。ああ、なるほど。うん。 ええとね、実例でお話します。で、広島県、えー、飛島街道っていうね、島が3つよと繋がっ、橋で繋がってるところがあります。で、まだ繋がってない頃にね、僕は68ストレンジなんかを作ったんですけど、そこの中のあるポイントに、いいシーズンに行くと、尺オーバーで40クラスまで取れるシーズンがあるわけ。これ、まあ3月から5月ぐらいの間なんだけど、で、 その一番よく当時一番よく釣れた堤防の高さと海面までが潮が引くと5メーターです。で、潮が満ちてきてもまだ3メーター以上なんです。はい。ここで68ストレンジで味釣ってて、かけました。ところが312ぐらいの丸々太った味です。使ってるのが、まあ、ラインは太めで0.55使うわけです。うん、0.35じゃなくてね。うんうんうん で、0.5号で、68ストレンジで抜きましょうって言ったら、まずドラグ緩めてるから、0.5号並みに。うんうんうん。ドラグ滑って抜けないよね。はい。だから、スプールを抑えるなり、ドラグ締めるなりして、抜くよね。はい。ところが、重たいから差を曲がってるよね。うん。だから、堤防の上まで魚が上がってこなくて、この堤防の壁にぶつかるわけ。うん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 。ところが、 74エレクトロだと、そもそも、抜き上げするためには、竿をいっぱい下まで下ろしていっぱい巻き込むじゃないはい。この時点で、えー、68ストレンジに対して74エレクトロで6インチ長いわけだから、12.5センチ長いわけね。うん。12.5センチ長い竿を目いっぱい下まで下ろして、リール巻き込んで、そこからよい、しょって持ち上げるわけだから、行ってこいで、12.5センチかけばい。 二十何センチ以上違うわけですよ、ストロークが。なるほど。だから、六八ストレンジじゃ抜けないことが、特に広島県の堤防じゃ多い。うんで、リール巻き、巻くだけで持ち上がってくる魚は全然問題じゃないのよ。うん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 、なん。もう一回言うよ、僕が思ってるのは、ネットがないと抜けない。ネットなくてもギリギリ抜ける魚もしょっちゅう味でもメバルでもヒットするので、ネットを使わなくても、 尺ク,クラスはなんとか抜けるぐらいまでの強さと長さを欲しいわけ。うーん、なるほど。そう。だから僕が作ってる竿ってのは、ブラック三兄弟から、まあ最近だと、ハミジャンとかビーテスラーがそうだよね。うんうんうん。うん。ズボンと抜けちゃう。うん,うん。で、長さも7フィート台ないと抜けないんだよ、ああって。うん,うんうん。高さの問題があるから。そういうことを考えながら作ります。だから投げる、 ルアーを動かす、感じるかける、えー、魚をいなす、で、最後は抜き上げる。うん、ここまでをどういうふうに考えるかっていうのが基本的な僕のね、今の竿作りのね、まあ理念というか、うん、不分率になってますね。はいはいはい。最近もニュースにあったんですけど、あの、うん、ポーレさんが新しい、よりすごいカーボンを開発しましたみたいな。ほらしいでありまして。うんうん こう、やっぱり釣り人として新しいカーボンとかが出てくると、うん、それが一番やっぱりいい、いい釣り竿なのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、なんかその新素材とかと素材と竿作りの関係みたいなところってどのように考えられてますかああもうすごく興味深いんだよね、実はね。で、僕たちものづくりに携わる人間っていうのは当然のごとく 新、あの、竿だけじゃなくて、どんな分野でもそうなんだけど、新素材ってね、いつもいつも研究してないといけないと思うの。うんうん、うん、うん。なんだけど、新素材だけがいいわけじゃないっていうことも、同時に考えなきゃいけない。うん。で、旧素材だからこそいいこともいっぱいある。うんうんうん。例えば、世界一よく切れる刀って言ったら、もう日本刀だってのは世界中の誰もが知る話なんだけど、うん。これは旧素材なんだよね。玉鋼という。 はい,は,いは,いはい、はい、はい。今ね、日本との刀鍛冶さん、えー、国宝級の人は現存しますけど、もう作れないんだよね。<laughs> 素材がないから。材料が、うんうん。あれも仕方なく今作れる鉄鉱石から作れる新素材をなるだけ旧素材に近づけてるにすぎなくて、うん、えて、ー、島根県は安来地方で、えー、取られたあの鉄鉱石で鍛錬して作る世界一切れる刀っていうのはもう二度とできないわけだから、新素材が絶対ということは言えない。 ただ、うんうん、ものすごく便利なものもあるよね。うん,う,んうん、うん、うん。例えば服だったら、その、ポリエステルっていう素材ができたからこそ、僕たち釣り人もすごい助かってることね。<laughs> ありますね。どんどん快適な釣りの服が増えてますもんね。<laughs> まさしくフリースなんてそうだよね。そうですね。軽いわ、暖かいわ。だから、常に新素材に、あの、目を向けて気を配って勉強して、取り入れる必要もあるんだけど、 同じぐらい僕は同じぐらい旧素材も大事しなきゃならんと思ってるんですよ。なぜなら、うん、釣りざおっていうのは手道具だから。新素材だけが常に正しいとはもう絶対に言えないっていうのが僕の理念。なるほど、うん。そこを考えながら、うん、やりますので、まあ新素材でこれがいいなと思えば使いますけど、あまりね、わあ、これ絶対いいなって今のところまだ思ってない。 <laughs> で多少ね、あの、影響も受けてる人がいるの。カーボングラファイトロットの父と呼ばれる、はい、ゲイリー・ルミスっていう人がいます。はいはいはい。<laughs> あの、見てる皆さんご存知なかったら、説明すると長くなるんで、ゲイリー・ルーミス、それと NFC、ノースフォーク・コンポジット。ノースフォーク・コンポジットのがいいな。はい、で、検索してみて。その中にゲイリー・ルーミス物語がね、あの、載ってるので。<laughs> で、えー、ね、う 僕とこのサオのハミージャーミとビーテスラの初代モデルはゲイリールームスのこの新工場の NFC ノーフォースコンポジットで作ったわけです。で、一昨年副社長が横浜来られた時にお会いして、その素材の話も聞いたことあるのよ、実は。あの、ゲイリールームスって全く新素材使わないのよね。ああ、なるほど。かつてで言うとボロンも使わないし、アラミド繊維も使ってない。で、四軸も六軸も使わない。 で、なんでかって副社長に聞いたら、ゲイリー曰く、ゲイリー湯くよ。はい。俺が言ってんじゃないんだから、関係者さん見てらっしゃったらごめんなさいね。<laughs> <laughs> 文化んだとゲイリー言って。<laughs> <laughs> あの、新素材に走っちゃうのは、竿屋として、サオ作りの、えー、プロダクター、ファクトリーとしては、ある種の逃げだっていう。ほお。 旧素材でいくらでもやりようがある。もっともっと高めていかなきゃいけない部分がたくさん残ってると。うん。ゲイリー・ルーミスがおっしゃるそうです。なるほど。もうね、痛く感動した俺は。うんうんうん。いや、言われてみれば確かにそうだよねって本当にあるので。うん。だからといって旧素材だけがいいとも僕は思ってない。うん,うんうん。でも、ゲイリーが言う、その、もっとやることあるだろうと。 簡単に新しいものに逃げるんじゃなくて、もっと基本的に沢作り、沢屋として考えることなくはないかいっていう、あのー、カーボングラファイトロットの父、ゲイル・ルールミスが言うわけだから、うん、僕はとりあえず言うことを聞いておきます。急速でも大事にしながらやっていきます。なるほど、はいうん。で、キューベさんはい。これねわ、悪いね。皆さんも悪いね。 これ、沢の話、すまないわ、2でも。そうですね。今日、じゃあ、本来後編ということだったんですけど、今回中編ということで。これは、<laughs> ほら、ね、インクスレーベルも僕も、今何に一番力入れてるかってったら、結局沢作りなんだよね、今のところ。うんうん、うん、うん。でね、語りたいことがあるよね。今日話してるように、今までの沢作りの理念っていうのは、ゼロから100まで僕がやってきた。 ところがね、オフィシャルスタッフの、はい、まあ、広島のエースと言われてる橋本祐介。はい。彼が今、ミドルゲームロッドを手掛けてくれてる。うん,う,んうん、うん、うん。それから地球さんが、ベイトロッドの1グラムを、音がするとビシッというほど振り切れて飛ばせるロッドも作ってる。うん,う,んうん、うん、うん。つまり、僕だけでは、できなかったことができる状態に今なってるわけ。 FLB クルーズの船長である松永慶子も今いろいろサオを手掛けてくれてる。で、今日お話ししたインクスレベルが作るサオの基本理念は基本理念で守りつつも今インクスのオフィシャルなスタッフたちがそれぞれみんなが得意な分野で例えば、えー、橋本祐介が思う瀬戸内の堤防からの、えー、ナイトマダイ ナイト・キジハタのミドル・ゲーム・ロットには、こういうテイストが必要なんだよって彼が言うわけね。うん。それは、僕には分からない世界なのよ。うんうん。なるほど、なるほど。これが前回言った、大阪城誰が作ったのって話なの。はいはいはい。豊臣秀吉,臣秀吉であって、大工さんじゃないでしょっていう。<laughs> は,いは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 い。秀吉がいるからあんな城になるわけで、うん。橋本祐介がいるから、瀬戸内、ナイト、まだ ナイトジハタ用のぴったりの竿が出来上がる。うん、思う通りに作ってくださるのが腕のいい大工さん職人さんがいるファクトリー。うん、こういう考え方なので、次回、えっ、ー、と、この話のナンバー3。<laughs> 次回に持ち返して、はい、下手したらナンバー4までいっちゃうかもしれないけど、<laughs> まだね、そういう、その、スタッフの話とか、えー、もっと違う、あの分、文化の違いによる竿作りの違い。これは、 西洋のルアールッドと日本のルアールッドと違うよ。そういう理念もあれながら作っていくんだよっていうところまでね、うん、せっかくのお題なので話したいので。はい。引き続きよろしくお願いします。はい。では、視聴者の皆様、あの、今回は後編ではなく、周編、あるいはナンバー2ということで、<laughs> あの、次回の動画もぜひご期待いただければと思います。 今回の動画が面白かったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ、レオン市場今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね。